F2.4 か F2。 どうもみなさんこんにちは。今日は2019年前半に私が Amazon で買ったものを紹介していきます。ここは写真カメラ関連チャンネルなので、普段まあその関連のものを紹介することがほとんどなんですけれども、この半年の間の Amazon の注文履歴を振り返ってみたら、まあ、本当今までになく驚くほど写真関連、カメラ関連の注文が少なかったんですよ。街中の家電量販店とかカメラ屋さんとかで買い物をすることもあるので、Amazon のショッピング履歴で だけが私の買い物履歴 Amazon プライムデー、ん a z o n プライムデー。まあ、あの、そのセールがあるということで、皆さん何か狙ってるものがあるんじゃないかなと思って、それにちなんで私の注文履歴をシェアしてみようっていう企画です。今から紹介するもののリンクはこの動画の説明欄に載せておきます。それでは見ていきます。まず一つ目、こちら。 富士フ,フィルムの XF35mm F1.4 のレンズと、まあ、それにつけたフィルターです。これ正確には今年の購入ではなくて、去年の年末12月27日の購入だったんですけれども、まあ一応ここに入れておきます。購入してからこのレンズ本当によく使っていたので、あれ まだ半年しか使ってなかったっけなと思って購入履歴を見て自分でびっくりしました。去年 XT2 から XT3 に買い替えをして AF 性能が上がったということでこの F1.4 のレンズ使ってみたいなと思って買いました。35mm はこの F1.4 と F2 どっちを買おうかなって迷っている方多いと思います。まあ両方使ってみての私の実感としては AF 性能を重視するっていう方には F2 の方がおすすめかなと思います。で、フィルターなんですけれども、私基本的にどのレンズにもゼータをつけています。他のフィルターと比べて違いがわかるからというわけではなくて、何年か前に XT2 を買った時に、たまたま店員さんがこれがいいですよと勧めてきたのがきっかけで、こればっかり使っているというだけです。いろいろ比べたり選ぶのが面倒なので、新しいフィルターを買うときはこれに統一しています。 次は ND フィルターです。これは前回の動画の中でご覧いただいたフィルムカメラ。 キャノン QL17 につけるために買いました。このカメラはレンズ一体型カメラで F1.7 のレンズが付いているんですけれどもシャッタースピードが最速で500分の1なのでこれを買いました。太陽の下での撮影の時にはほとんどこれをずっとつけっぱなしにしていました。そして次、こちらもキャノン QL17 用に買った普通のレンズ保護フィルターです。さっきフィルターはゼータばっかりって言ったんですけれどもそれはデジタルカメラの話でこの QL17 はいつ壊れるかわからないっていう感じだったのでまあ安いものでいいやと思ってこのフィルターにしましたそして次も QL17 関連で購入したものですモルトです QL17 を買った時にすでにモルトがだいぶ傷んでいたので自分で張り替えてみようかなと思って買いました張り替えの作業は結構時間がかかっちゃってめんどくさかったですそして次こちらも前回の動画でご覧いただいた白黒フィルムですフィルム選びをする際にフリッカーとかでどういう写りになるのかなっていうのを検 検索しして、てここれががいいなと思って選んだのがこのフィルムでした。取り終わって家電量販店の現像コーナーに持っていったら「コダックはコダックに出さないといけないので1ヶ月ぐらいかかります」って言われたのが衝撃でした仕上がる頃には何を撮ったかなんてすっかり忘れちゃってますよね今後はちょっと何か強いこだわりがない限りはこのフィルムは遠慮しておこうかなと思いましたそして次、 前回の動画で紹介したものばっかりなので、ここでは一括りにさせてもらいます。拙写リング、スライドコピーアダプター、それからスライドファイルマウントです。この3点については前回の動画でお話ししていますので、詳しくはそちらでご覧ください。そして次はこちら。XF27mm F2.8 です。 すでに23ミリと35ミリを持っているので、その中間の27ミリって全く興味がなかったんですけれども、なんかの表紙にこの薄さにすごく惹かれて買ってみました。これ最近買ったばっかりでまだ使いこなしていないので、コメントらしいコメントはできないんですが、第一印象としては、室内で人物が入るような撮影をした時に、人との距離感と背景の入り方のバランスがいいなと感じました。ちなみにこれにつけた レンズフィルターは手先のカメラ屋さんで購入してそのお店ではゼータの取り扱いがなかったので丸みのイクサスイクサスで読み方いいのかなこれにしましたこれも店員さんのおすすめということでそのまま言われるがままこれにしましたそして次はレンズクリーニング用品です富士フ,フィルムのレンズだし相性がいいかなと思って富士フィルムのこの液体とペーパーとを選んだんですがこのクリーニングペーパー レンズをなぞっていると結構繊維がばらけてきてレンズの表面に繊維がくっついたりしていたのでこのペーパーはちょっとイマイチかなと思いましたそして次は防湿剤です今梅雨時なので防湿庫が気になる方多いと思います私もこう電源を挿して使うような防湿庫が欲しいな欲しいなと思いつつだいぶ前に動画で紹介した簡易的なこちらを使っています他の防湿剤も試してみたんですけれどもこの白馬の カカビストッパーがが一番性能が優れれてていいるのので、で近年ははここばっっかり買っています。カメラ写真関連の購入履歴は以上、こんな感じでした。次はストロボが欲しいなーってここのところずっと思っているんですけれども私の普段の写真のタイプからするとそんなに使用頻度の高いものではないのでどうしようかなと迷っているところですさて今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方ぜひまたいいねボタンで教えてくださいそれから新しく買ったもの っていうのはいつもインスタグラムストーリーズの方に一番に出していますのでよかったらそちらもチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら